なんかね、カルト宗教というかね、よくわかんない集団がいてさ、平和だ戦争だ君たちの心の中にはとか叫んでてさ、謎なさ呪文をさ唱えてんだよね。うん、新宿駅のど真ん前でやるかそれみたいな。あーでもあれに引っかかるやからもいるんだろう、いやいるからやってるんだと思うんでさ、ちょっとね悲しくなっちゃったよ。あれに引っかかるのはどんなメンタリズムしてたらできんのかね。ね。どんな精神状態だったらあれに引っかかれるのか、私にはとんとわからなかったなって思うわけでございます。で、まあ、しょうがないから室内からお送りしておりまして、まあ雨も降りそうだったしね。はい。で、一本目。はい。おとといから一応ゴールデンウィークですね。はい。今回は中3日間にあるので、3日間有給を取れば、10連休になるという、なかなか、取りづらいけどね。うん、連結して中のその飛び石の3日間を休ませてくれって言われたら、まあ、大概の職場からは品質を買うと思うけど、まあ、あの、なんだ、買わない世の中にはなってるけど、買わないことが前提の世の中になってるけど、まあ、うん、買わないとは、ね、あの、周りから、お前何言ってんのっていう、こう、空気を感じなきゃいけないくらいじゃないよね。うん。でさ、そんな中で、ちょっとね、あの、ニュースが出てたんだけど、ゴールデンウィーク初日、関西、関空か、関西国際空港だね。で、出国ラッシュ始まる。人気の旅行先1位、韓国、2位、中国。出国のピークは5月3日だそうでございます。はい。この前前段に、最大10連休って書いてあるんだけど、ピークが5月5日ってことは、3、4、5って、2泊3日ぐらいのショート旅行、弾丸旅行しかしてこないんだね。っていうのが一つ。はい。で、この旅行先に、やっぱり、なんだろうな、日本の為替の影響を受けているのか、そんなこと気にしてねえ連中が言ってるのかっていうところかなって感じかな。おそらく為替影響を気にしてて、あ、海外旅行は高いなっていう感覚を持った人たちは、仕事じゃなきゃおそらく海外旅行に行かないっていう選択肢をするでしょう。まあ、仕事だったらもちろん出張するとは思うけど、わざわざ高い金払って海外旅行に行くっていう感覚になるのは、相当道楽が好きか、そんな気にしないやつか、そもそも金銭感覚がぶっ飛んでるか、円安とか円高とか関係なくて、年間来た時よりもなんか高いねーつって、へへへーって笑ってられるメンタリズムを、メンタル持ってるやつだけかなという感じがしますね。でですよ。はい。その中でも、さっき5月3日がピークって言ったじゃないですか。はい。普通海外旅行行くって言ったら、1週間丸っと使って、長期の旅行に行くわけですよ。それが行けないってことは、やっぱり、しかも行き先が韓国、中国ってことは、この日本の円安の影響を、中国は元だから関係ないですけど、韓国にしてみれば、韓国も十分円安ですから、日本も安くなってるし、韓国も安くなってるわけですわ。はい。どっちも安くなってるので、要は、比較的、為替影響が出にくいところに行ったんだろうなというふうに私は取りました。はい、でもちろんショートな旅行、短い旅行でぼったくりに出会わなければ安く行ける。はい、そんな場所だからなんだろうな。さっきどうでもいいよ、高くても安くてもみたいなこと言ったけど、いやそれでも多少は金銭感覚じゃない。いや違う、多分為替とか関係なくて、表示された金額を見て、あ、ヨーロッパ高いじゃん、アメリカ高いじゃん、あ、韓国普通だって韓国行こうっていう感覚なんだろうなと思いますね。はい。君たちが帰ってこれるかどうかを心配するとともに、はい。ぼったくりにかからないことを気にするとともに、それよりも何よりも、その海外旅行に行くって前に、為替を心配しようね。はい。なんでアメリカが高くなっているのか、なんでヨーロッパが高くなっているのかを気にしよう、君たち。はい。海外旅行に行って、わーい、グアムとプールだって騒いでる場合じゃないぞ、と。ね。それよりも、はい。日本国内の旅行行こうぜ。まずは日本国内で金回して日本の価値高めないと、どう頑張ったって日本円が高くなる予兆は見れてこない。はい。まずは、日本のプライオリティを上げていこうじゃないか、皆さん。それをやるためには、海外旅行なんぞ行ってる場合じゃないぞ。はい。軽井沢でも、熱海でも、ね、箱根でもいいから、近場でもいいから、
日本国内で皆さん旅行に行きましょう。ありがとうございます。